アイテム番号 SCP-300JT オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル。 SCP-300JT はその性質上物理的な封じ込めが不可能であり、発生が確認された場合は最も現場近くにいるエージェントを当該の校舎に向かわせ、校舎に設置してある軽度のミーム抹殺音声プログラムを起動させてください。当該校舎の放送システムを介して、校舎内の課長範囲内の人物は2分以内に一時的に無力化されます。直ちに機材点検員に扮した機動部隊マ、P、親と教師の会、が現場に急行し、周辺の検査及び影響を受けた人間の収容を行います。SCP-300JT の影響を受けていないと見られる学校職員や生徒にはカバーストーリー、放送設備の故障、のルフを行い、収容された人間のうちレベル、1からレベル、4段階の人間に対しては収容、検査の後症状に応じてクラス A からクラス C の記憶処理を施してください。レベル、5からレベル、8に移行した人間は、観察、解剖、研究用途に使用されるものを除いてその場で終了し、肉体は特別焼却手順に従いすべて焼き捨ててください。また、レベル8の SCP-300-02 の出現が確認された場合、直ちに周辺200メートル区域を封鎖しカバーストーリー、地下水脈の破裂、オルフしてください。担当したエージェントは収容手順完了後、SCP-300JT の影響を受けていないか10時間の政治及び思想についての研修を受けさせ、レポートを提出させてください。説明。SCP-300JT は日本全国の中学校、前日制、定時制を問わない高等学校、専門学校、養護、盲、老学校、高等専門学校にて不定期に通常カリキュラムに挿入される異常な授業とそれが生徒に及ぼす影響です。現在まで、初めて SCP-300JT が確認されてから合計で、県、平均して1年に2から3件のペースで SCP-300JT は発生しています。その非連続性と収容の難しさ、被害者の多さから、かつて財団は SCP-300JT をケテルクラスに分類していましたが、1900年10月から翌年3月にかけて、各教室に偽装された監視カメラが設置され、全国の校舎がコンピュータ制御による監視下に置かれたため、ユークリッドに再分類されました。統合博士の提案から、全国の学校に資格のないように様々な形で偽装された監視カメラを設置しました。これによるオブジェクトクラスの変更はありません。ほい。あの事例により判明した SCP-300JT-1 の用紙をもとに、コンピュータ制御の下で SCP-300JT-1 と見られる人物が監視カメラに捉えられた場合、即座に付近のエージェントに連絡されます。SCP-300JT は、臨時の担当教師、と名乗る怪人物、SCP-300JT-1、とかの配布する授業パンフレットによって引き起こされ、講義を受けた生徒は SCP-300JT を、教ヌ、と呼称し、ほとんどの場合その内容に強い関心と共感を示します。SCP-300JT の影響を受けた生徒は SCP-300JT-2 と呼ばれ、SCP-300JT を受講した回数に応じてレベル、1からレベル、8に分類されます。深度、レベル1。受講回数、1回。SCP-300JT-2 への影響、民主主義への懐疑。侵略戦争の容認と推奨。10時間の政治思想コース受講のみで封じ込め可能。確認された個体数、11,476人。深度、レベル2。受講回数、2回。SCP-300JT-2 への影響、奴隷制度の導入に対する強い興味。教ヌ。を受けていない生徒への熱烈な勧誘活動。教ヌ。に対して懐疑を示す生徒への執拗な暴力行為。
確認された個体数2557人。震度レベル3。受講回数3回。SCP-300-JP2 への影響、強ぬ。を抵当する暴力的な政治的思想の保持。辻瞬発力及び持久力の飛躍的上昇。この段階に入ると他の生徒を物理的に屈服させ、コロニーを形成。この段階に進んだ生徒による他生徒及び教師への撲殺事件は、県に上る。確認された個体数788人。震度レベル4。受講回数4回。SCP-300-JP2 への影響、知能指数の爆発的上昇。特に政治学、社会学、統計学への顕著な興味と理解を示す。肉体的ハンディキャップの消失。報告されている例としては、身長の増加、毛からの回復、四肢欠損の完全回復、など。確認された個体数477人。震度レベル5。受講回数5回。SCP-300-JP2 への影響、筋力、知力のさらなる増大。ほとんどの時間を睡眠もせずに政治学などの勉強に費やす。確認された個体数、109人。震度、レベル6。受講回数、6回。SCP-300-JP2 への影響、筋肉組織内部に未知の骨形成。人間には見られない部分の筋肉の発達、内臓機能の不必要なまでの上昇、及び全身に複数の代替臓器の形成。確認された個体数21人。震度レベル7。受講回数7回。SCP-300-JP2 への影響、全身の各所に生体組織で構成された未知の技術を用いる臓器の形成。例としては、プラズマ火炎放射腎臓、半物質発生胃、核融合筋、分子結合切断臼歯、重力操作まつげ、低レベル現実改変肺、データ削除、などが報告されています。確認された個体数、8人。震度、レベル8。受講回数、8回。データ削除。確認された個体数、1人。レベル、1からレベル、4までの反応はそれぞれクラス A からクラス C の記憶処理によって一時的に封じ込めることが可能ですが、潜在的には不可逆であり、レベル、3の影響を受けた生徒は記憶処理によって一時的に SCP-300-JP の影響を受ける前に回復できますが、次回の SCP-300-JP への遭遇ではレベル4の反応を示します。また、一度でも SCP-300-JP の影響を受けた生徒は、財団の精神科医による記憶治療及びカウンセリングでも解除できない極めて深刻な心理的障壁を抱えており、頑なに SCP-300-JP、1や、キョヌの内容について述べることができません。現在に至るまで、SCP-300-JP の影響を受けた生徒への有効な回復方法は発見されていません。監視カメラの映像から SCP-300-JP1 を捉える試みはこれまでにすべて、主に SCP-300-JP の影響を受けた生徒の妨害により失敗しています。また、SCP-300-JP1 派の授業パンフレットを常に持ち去っていくため、現在に至るまで収容には成功していません。ほい、あ、1900年、月、日、事例 A29 の後に回収されたレベル、ゼロ生徒への、強ぬ、および SCP-300-JP1 についてのインタビューです。対象、生徒 A29-6、この生徒はクラスの中で唯一奇跡的に SCP-300-JP1 に全く注意を払っていなかったため、SCP-300-JP の影響から免れ、その後回収されました。インタビュアー、統合博士。吹き、
事例、29は現在ただ一つのレベル。8、SCP-300JT2 の発生が確認された事例です。対象は、データ削除を用いて当該の高校に生徒として潜伏していました。また、レベル8に到達した個体と入れ替わりになった生徒は自宅の自分の部屋でクリームムース状にすりつぶされ、乳化した状態で死亡していたのが確認されています。統合博士、すまないね。いろいろと付き合わせてしまって、君を返す前に、いくつか面倒な質問をさせてもらわなくてはならない。296、か、帰らせてもらえるんですか？統合博士きちんと質問に答えてくれればね。まずは、やつ、臨時教師、と名乗った彼の特徴について、教えてもらえるかな？296、あの先生様、先生、は、バカみたいなスーツを着て、貼り付けたような笑顔で、統合博士なるべく客観的な情報で、頼む、296の個人名、くん、スーツは何色だった？顔の特徴は？296は、はい、ビリジアン、って言うんですか？全身にスパンコールのついた、真緑のスーツに、絹、多分絹だったと思います。サーモンピンクのスラックスをお召しし、着ていました。スラックスには、折り目が8個ついて、いらっしゃい、ました。蛇腹みたいなスラックスだなぁ、と思ったので、よく覚えています。顔は、よく覚えていません。すごい笑顔だったことだけは印象に残っているんですが。統合博士、ふむ。それで、教室に入ってきた。先生、は、なんと？296、自己紹介した後に、全員にパンフレットみたいなものを配り始めたんです。そして、倫理、なのかな？政治というか、正直言って、あんまり楽しそうな授業だとは思いませんでした。だから僕、窓際の一番後ろの席だったし、授業を聞いてるふりだけして、机の下で本を読んでいたんです。すみません、お役に立てなくて。統合博士、では最後に、あの教室で、起きた、ことについて話してくれ。296、僕本当に、その、授業も先生の話すことも聞いていなかったので、何が何だかわからないんですけれど、と、突然、右に座っていた八十神、レベル、8に移行した生徒、ちゃんが、叫び出したんです。その時、教室の中がなんだか変なことに気づきました。みんなブンブンうなずいていて、ちゃんとか、くんとか、首が変な方向に曲がっているのに、それでもうなずいていて、そして、統合博士それから、くんはどうなったんだ？296わかりません。すぐに、気を失ってしまいましたから。でも、目の前に置かれたパンフレットの表紙を見た瞬間に、体が固まって、先生様、の、声しか、お聞こえに、ならなくなって、それで、八十神ちゃんが、爆発した、ような気がします。それから、あの子は、隣に座っていた、ちゃんを、すりつぶしたんです。マヨネーズみたいになって、統合博士、お疲れ様です。君、彼女に記憶処理を。終了報告書。彼女の報告から見えてくるのは、SCP-300JT-1 それ自身に強制性のある洗脳能力があるわけではないということだ。彼女の言葉の端々にはわずかに SCP-300JT への尊敬か、あるいは洗脳の形跡が見て取れるが、これは異変に気づいた彼女が事例へ、29の直前、わずかの間だけ SCP-300 の完全な影響下にさらされた結果だと推測できないだろうか。仮説ではあるが、SCP-300JT-1 の配ったという、小冊子の方に、即効性のミーム的な何か、SCP-300JT-1
一の言うことを鵜呑みにさせるような何かが仕込んであるのではないか。なんとか監視カメラに奴の持っている小冊子が映り込むように。カメラの角度を調節できないだろうか。現在に至るまで、監視カメラを用いて教室に向かう SCP-300JP。一の姿を捉える試みは失敗し続けています。ほい、2000年、月、日、財団のエージェントが監視していた日本国内における、データ削除のオークション用商品倉庫にて、SCP-300JP-2 が由来と思われる異常な性能を示す臓器が発見され、中にはホイ、あの事例にて確認されたレベル、8、SCP-300JP-2 のみが保有していた、データ削除も確認されました。当該倉庫内部の臓器はすべて回収されましたが、これまでに確認されていたレベル、7及びレベル、8、SCP-300JP-2 以外にも複数の個体が SCP-300 により、生産、されている可能性が示唆されています。倉庫の調査により、ここに置かれていた臓器のうち、いくつかはすでに売却され、全国のブローカーにより何者かに移植されたと見られます。現在まで、移植された臓器の行方はつかめていません。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。